っと、これ、名前がちょっと危なげだね。別、そうかな、僕立で愛嬌ある名前に聞こえるけど。ないよ。誰がどう聞いてもぼっくりに愛嬌を感じることなんてできないよ。でも響き的には可愛く聞こえないこともないような気が。普通に売ってて飲む気になる。ならないかも。え、可愛く聞こえるって言ったのに。聞こえないこともない。捨てごとつたんだよ。それより、これ本当に毒じゃないの？毒どころか、体にいい材料ばっか入ってるからちょいちょい元気で健康になれるよ。だったら、なおさらどっくりはやめた方がいいような。とにかくさ、せっかく作ったんだから味を確かめてみてよ。えつ、俺が飲むの？そら構わないけど、姉さんが飲んだ方が絶対いいと思うけど。いや、今はカットリアが飲んだ方がいいと思うよ。これを作った疲れもあるだろうから、自分で飲んで、味と効果を実証してみたらどうかな。なるほど、ギオ、お前といいな。ギオ、ありがとね。気にしないで。こんな怪しいもの、イオンには飲ませられないもん。そんじゃ、いただきまいちす。うつ、うは。ギアーツ。カットリア、イオン、大丈夫。ゲホ、ウエックス、な、何だよこのクソまずい味。こんなの、人の飲み物じゃねえだろ。それ、カットリア力作つたんでしよ。っていうか、僕に向かって吐かないでよ。全身ずぶ濡れで、草。うわ、なにこれ、すっごい薬臭いんだけど。そら、漢方茶とか栄養ドリンクとか薬草とかを混ぜて煎じて取り出した、濃縮エキスだからな。体にいいものは大抵臭いんだ。仕方ないだろ。匂いに関しては分かったけど、味付けとかはちゃんとしたの？余計なことして成分から変わったらやばいっしょ。そんなことしないよ。あはは、美味しくなるわけがないっていうのがよく分かったよ。ムラツ、お風呂入りたい。